マンガン号を見事優勝に導きました山崎誠司騎手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。この馬にとって待望の受賞タイトル、今のお気持ちから聞かせてください。そうですね、いつもね大きいレースで2着が続いてたので、どっかで1個でも勝たせてあげたいなという思いがあったので、今日はとても嬉しいです。レースの直前には強い雨も降ってきました。レース前はどんなことを考えていましたか？まあそうですね、雨もそれまではそんなに降ってなかったので、馬場状態もそこまで変わらないなと思って乗ってたんですけど、まあそうですね、いい末脚を使ってくれたと思います。いい末脚を使ってくれたというお話もありました。道中は中段後ろあたりでレースを進めていたと思うんですが、馬のリズム様子などはいかがでしたか？そうですね、まあ、ペースはそこまで最初は上がってこなかったんですけど、3コーナーぐらいレース動いたんで、これはチャンスあるなと思って、そこから仕掛けて上がってきましたけど、まあ、いつもこのまま姉妹しっかりしてるんで、あとは信じて追うだけでしたね。まさに強烈な末脚も今日も繰り出してくれたわけですが、あの末脚乗っていて気分はいかがですか？そうですね、まあ、デビューからずっと乗せていただいてるんで、いつもいつも、まあ、頭が下がる思いで乗せていただいてます。これから先も非常に楽しみになりますね。そうですね、次のダービーは、またいい足を使ってくれると思いますのでまた応援よろしくお願いします。もう一言ファンに向けてメッセージをお願いします。はい、もう一言ファンに向けてメッセージを。はい、先週の羽田杯に引き続き今週も、重賞を勝たせていただいて、先週も言いましたが、今世の中が大変な状況にありますので、皆様に、元気と笑顔を競馬で届けられればと思い、関係者一同頑張っておりますので、これからも、応援よろしくお願いいたします。おめでとうございました。山崎誠司騎手にお話を伺いました。続いて管理トレーナーの田島十一調教師にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ち聞かせてください。その前にちょっと挨拶といいますか、この、大変なご時世の中、競馬応援していただいた、ファンの皆様には、心より感謝申し上げたいと思います。また、僕の、騎手調教師ともに、また騎手会の、役員としても進行のありました船橋の偉大なる佐藤健二先生が、先日お亡くなりになってしまいまして、ご家族の方、関係者の船橋関係者の方には、心よりお悔やみ申し上げたいと思います。すいません。田島先生からのメッセージいただきました。今日は満願をどのような思いでレースに送り出したんでしょうか？そうですね、まあ調整がうまくいってたのでもう平常心で、あとはジョッキーが何回も乗ってるんで、悔しい思いになるか、ハッピーな気持ちになるかの瀬戸際でいつも、まあ今日こそは決めてくれという思いで見てました。ハッピーな気持ちになりましたか？はい、なりました。嬉しいです。東京ダービーへの優先出走権を手にしました。改めて今後の予定はどうでしょう？そうですね、まあ、まずはダービーなんですけど、まあ、ジョッキーは多分この間羽田勝った方乗ると言われてるんで、またそこから、ジョッキー変更になると思うんですけど、まあ、馬の力はだんだん、でこの馬6月生まれなんで今どんどん充実してきてるんで、ダービーに向けて、まあ、ジョッキー変わったとしても、いいレースできるように、騎手と馬主さん、厩務員全部相談しながら備えていきたいと思います。それでは改めまして最後にファンの皆様へ向けてメッセージをお願いします。今日は本当にありがとうございました。やっと皆様のおかげでタイトル一つこの馬に取らせてあげることができたんで、大変ありがとうございました。おめでとうございました。田島十一調教師にお話をいただきました。